が好き、桃が好き。アルフォートさん、タワーありがとう。モカのことを好きになってくれてありがとう。好き好きタワー、とっても嬉しいです。またお話もしようね。ありがとう、ありがタワーです。ちょっとね、あんまり絵は上手じゃないんですけど、スクショ撮れた？ヘラクマス。なんか頑張ったんだけど、ちょっとなんか可愛い感じだったの。可愛い？可愛い、よかった。ありがとう、ありがとうです。可愛く描けてた？よかった。なんかモーカのアレンジ入ってる。こんばんは。今日はね、尼崎のステージじゃなく、あれは靴のせいなんかな、靴がめっちゃ滑りやすくて、私も今日何回もね、滑りそうになってたんよ。からずっと足踏ん張ってました、今日一日。今度からあの滑り止めのスプレーをちょっと毎回持ってきてほしいですね。ちょっとね、トロンってたまになってたから。多分ね、靴だと思う。なんかね、いつもね、滑り止めのスプレーをかけてもらうんですけど、今日ちょっとみんなかけてなくて、スプレーがあったかもわかんないんだけど。そうそう、リリーベありがとうございました。なんかね、最初来た時に、あ、最初ステージに立った時に、あのわかんなくて、どれくらい自分滑るかも分かんなくて、踊ってたら油断してて、トゥルーンって行きそうになって、危ないってなってたので。でもいつもね、滑りそうになる時ある。なんだっけ、あの六本木のあの徳島のイベントの時も滑りそうだった。たまにね、滑りそうになるんですよ。え、うん、大丈夫だった。滑ってはないんだけど、あの、ないんだけど、危なかったってだけで、踏ん張ってたんですか、足で。あの時もだった。そう。気をつける。靴じゃないかな、多分。ダンスよかった、ありがとう、よかった。結構昨日の滋賀県は7人バージョンで、しかも立ち位置が同じ曲が今日あったんですよ。同じ曲、何かな、花垂れと暗闇が一緒やったんかな。 あとペダルが昨日と今日で一緒だったんですけど、全部立ち位置が違うかったので、途中あれってなりそうだったんですけど、なんとか無事にできました。
こんばんは。2日連続だとこんな、こんな人だったよ。ちょっとなんか花は誰のものの立ち位置がまあ6番まであるんですけど、6人バージョンだと。で昨日は3番の人だったんですけど、今日は2番の人だったので真逆だったんですね、立ち位置が。あの神明が逆だったのであれなんだっけ今ってなりそうだったよ。あれどっちだっけってなって、うんうんうんってなったけどさゆいどんもさ、そう今日さ滑りやすかったけど移動が結構遠くて、あやばいってなってた。結構間にでも急いだら滑って滑りそうだったから、もう安全に行ってたんですけど、それだと間に合わなくなっちゃったり、危ないってなっちゃうので、そう、コンサートとかも昼夜同じ曲あるとこの人。そうだね、もうちょっとしたよ。もね、今日タンプで探してたいいなって思ったのがほとんど一番忘れやらありがとうね、考えてくれていっぱい。良いタイミングでお開きにしました、ありがとうございます。もうねファンミーティングの練習したいのにね、へーってなってる、時間がなくてあーってなってる、やばい、練習したいよ。お忙しいの？そんなことないよ。逆に別の時は全然暇な時あるんですよ。本当に全然お仕事がない時も多いのに、なぜか今のこの生誕祭とかファンミーティングの近くで結構忙しくなってしまって、たまたま焦っておりますが、ちゃんと全部あの頑張れるように、頑張りますねそうなんよ、生誕祭の前にファンクラブだから、それもちょっとかぶってしまったんですよね。だから結構あのスピーチとかも全然考える暇がなくて、どうしよう状態ちょっと今はファンミーティングのこと考えてるのと、昨日と今日のやつ覚えてたから、もうそっちにはまだ手がつけれてなくて、ちょっとねスピーチどうしよう状態です今は。そうそう、手紙書いた方がいいよね。私よく一人で喋り出すと分かんなくなっちゃうから。卒業コンサート、ファンミ生誕の連続、あそうなんよ、全部でもめっちゃ楽しみやけん、ちゃんと楽しめるように練習したいんよ。そう、不安だったらさ、ちょっと不安って気持ちが来てしまうじゃないですか。だからちょっと準備万端な状態で出たいんですけど、ちょっと断りはあるだろうけど、ファンミーティングがもちゃんの味方しかいないからプレッシャーには感じない。ありがとうありがとう、私3つとも行きます、当てます。そう、もうすぐお誕生日なの、もうあと4日、5日ぐらいで19歳になります。キャー、その1年後は20歳よ、早すぎ。違う、これが一番誕生日近いかなって予想してた、たくさんあるね、あったね20時間短いね、36時間ぐらいにしてほしい。
半身は気軽にね。ありがとう。頑張ります。あっという間に大人もじゃね早すぎてびっくりしてる自分でも。こんばんは、こんばんは。前は二十歳になりたいと言ってたけど、うん、なんか前は二十歳になりたいとか大人になりたいって言ってたけどね。それはでもなんか大人とかにな、大人になったらもっとお話とか上手になれるのかなとか思ったり、見た目がもっと大人になった方がもっと私のことを好きでいてくれる人が増えるのかなって思ってたから前はそうって言ってたけど、今は今の自分らしい自分を好きな人がいてくれたらそれでいいのかなって思った、思い出してからは別になんか二十歳になりたいとか思わなくなりましたね。いつかは大人になるんだしねそんなね、今の見た目もめっちゃ可愛いです。本当ですか？ありがとうございます。嬉しい。なんか前はっていうか結構子供っぽいって言われることが多いので、お、まあ、も今は今もあるけど、全然前はもっと多かったので大人っぽい方がいいのかなって思ってたけど、今はまあ子供っぽくていいかぐらいに思ってます子供っぽいっていうか普通ぐらいでいいかなって。自分も言うほど中身か、中身はねあんま変わらんよね。私もそんなちっちゃい頃から変わってないそう、あ、そういう考え方ができるってことな。ありがとうございます。今はもうなんならなんならね大人に近づいていってるので、ちょっと子供になりたいフ今ね、そう子供と大人の間ぐらいってよく言われる。全然今の自分に満足しておりますので、今は何も考えてないよ。今の自分が好きだよ。ギリベお疲れさ、お疲れ様、ありがとう。自分好きって言うのです。本当？いや、嫌なとこもあるよ、そりゃ。もっとこういう風な自分の性格になれたらええのにみたいなことはあるけどね。サプライズですけど、そうなの。ただ俺は永遠の18歳。同い年だね。もう起こしてありがとう。こんばんは、こんばんは。自信を持って話せるんだった。うん、自信を持って生きており、自信を持ってっていうか自分にすごい自信があるわけではないけど、全然なんか自分のことは嫌いじゃないです。
どんなもちゃも元気で笑顔ならしいんだけど、ありがとうこれからも元気に過ごしますね。こんばんこんばんは。それではそろそろ読んで、あと今日ね、いいお風呂の日なんでしょ。さっき教えてくれてたよね。私はいいお風呂の日に今からお風呂入ってきます。今日は楽しかった。一番初めに目が合うとは思ってなかったけど、ありがとう。また合わせに行きますね。いつもかわいい。やった、褒め言葉めっちゃありがとう。11月26日やけん、いい風呂の日です。数パーセント、お、温泉いいね。今日温泉とか安いんかな、いい風呂の日やけんってそんなんないんかな。なんかさ、いい肉の日とかはさ、焼肉がさちょっと安かったりするじゃないですか。温泉はどうなんだろうね。あんま温泉行かないからわかんないけど。こんばんこんばんは。あったかもしれんけど、もう遅い。それなもう遅い。お肉とか安くなるよね、肉の日は。11月は E がめっちゃつくからね、いろんな日があるよね。昔行ってた数パーセントではそういうのあ、そうなんだ。もうね、終わってしまうねあと 2時間とか1時間なんぼで終わってしまうけど、いい推しの日まで、いいツインテールの日まで11月は多いね。そうね、もう銭湯も閉まってるかなあ、明日月曜日じゃん明日月曜日じゃん。11月29日、いい肉今日さ、めっちゃさ、駅に人がいてさ、すごい人いっぱいだった。みんなさ、あの新大阪駅のとこから新幹線乗ったんですけど、なんかあのめっちゃみんなユニバの袋持ってたそう、新大阪駅めっちゃ人いた。もうわーってこんばんこんばんは。何も買えんかった。あら、なんか551もう列が長すぎてびっくりしちゃった。私はでもあのククルのたこ焼き買えたよ。あとなんかスイートポテトも買いました。結構時間があったんですよ。金曜日休みしてたよ。なんか4連休か、いいね。スタバの場所が分からん。私も新大阪駅のスタバ分かんないな。東京駅ならちょっと覚えたんですけど、黒おじさんの行列も本当にすごかった。たこ焼きも結構並んだんですけど、なんとか買いましたね。でもなんか551とかももうすんごい列が奥まで、岡山まで立ってた。めっちゃ大変それは。すごかった。行列すごかった、うん、もうすごかった。最後尾めっちゃもうはあっちめっちゃ遠かったもん。え、ここも列なんていうぐらいね。そう、観光の観光客がいっぱいいるからね。今日はありがとうございました。久々にもちゃった話してる方、ありがとう、ありがとうございました。いや、そろそろ読みましょうかね。あ、宮島も絶対混んどるよね。読むね。13位のゆうさん、ありがとう。リリビお疲れ様でした、ありがとう。12の高木さん、ありがとう。ゆっくり休んで疲れを取ってくださいね、ありがとう。お風呂入るね。11のたくあんさん、ありがとう。
ジンのコウスキさん、ありがとう。金の深緑さん、ありがとう。ジンのドラガンさん、ありがとう。もっちゃん不足マックス、あら。ハーミット生誕祭まで頑張る。いっぱい元気になるんだよ。7位のデュエクスさん、ありがとう。6位のジェットさん、ありがとう。今日会えてよかった。次会うときは19歳。おありがとうね、18歳。最後に会いに来てくれて。嬉しかったよ。あの、あれも、まとめ出しも来てくれて嬉しかった。ありがとう。5位のトシさん、ありがとう。キモも楽しい。ありがとう。夢に。なんで出ないんだろう。なんでだ。よいのテイシティさん、ありがとう。タンプル遅くなったけど送ります、待っててね。ありがとう、今日探しに行ってくれたんだよね。ありがとう、楽しみにしてるね。ありがとう。3位のウエポンさん、ありがとう。2位のタツバラさん、ありがとう。1位のアルボットさん、ありがとう。ありがとうございました。ありがとうね、みんな配信取りにありがとう。ありがとう。明日のお仕事に向けてまた今日は早めに寝たいと思います。いい夢見ろよ、みんなも。おやすみなさい。バイバーイ。おやすみー。またねー。